しかして差し入れの料理って先輩の？だったらまずいわ。捕虜への拷問は条約違反じゃない。先輩を罪人にするわけにはいかない。おい、クレア？やっぱり私戻ります。隊長に族から離れないよう言われてますので。あ、わあ、おかえり。で、水は？うるさい。なんで？持ってきてくれるって言ったじゃない、嘘つき。なんですって？それが命の恩人に対しての言葉なの？恩人なの？そうよ。ありがとう。分かればいいのよ。それじゃあ、命の恩人にプレゼント。旧時代の装飾品よ。わー、素敵。こんなもんでよかったらいくらでもあげるわ。でも高いんじゃない？まあ買ったらそうなんだろうけど、職業柄手に入れる方法はいくらでもあるのよ。そっか、キュレーターなんだっけ。でもそれっていけないんじゃないの？げ、あなたお堅いわね。クレアちゃん、そいつから離れて。近づいちゃダメって言ったでしょ。すみません。何よ、ちょっとくらいいいじゃない。わかったから、その笑顔はやめて。隊長、まだ怒ってるんですか？クレアちゃん、尋問は後回しよ。はあ。その賊、もしかしたらまだ危険物を隠し持ってるかもしれないわ。え？おいおい、今度は何なんだよ。お黙りなさい、この目狐。クレアちゃん、目狐の服を脱がせて身体検査よ。あ、はい。もう勝手にして。クレハちゃん、そっちはどう？特に怪しいところはないみたいですけど。くすぐったい。あなたは自分の立場を分かってるの？黙ってなさい。はい。クレハちゃんは引き続き検査をお願いするわ。了解です。どうしたの、クレアちゃん。いえ、肌がすごく綺麗だからいいなって。そう？あんまり気にしたことないけど。じゃあ
手入れなしでこんなに綺麗なの？あはん。あ、すみません。また隊長に怒られちゃった。私のことを心配してくれてるんだろうけど、でもこの人そんなに悪い人じゃないような気がするわ。本物だ。何するのよ隊長。あ、クレアちゃん。大丈夫、ここに異常はないわ。さあ、検査を続行しましょう。特に異常はなかったわね。隊長、これからどうしましょう。そうね、不審物も持ってないようだし、尋問に戻りましょうか。待って、このままで済むわけないでしょ。さんざもてあそばれた上、親にも見られたことがない部分まで。だって検査だもん、しょうがないじゃない。黙って、あなたたちにも同じことをしてやる。止まりなさい。それ以上近づくと撃ちますよ。撃てるもんなら撃ってみなよ。本当に撃ちますよ。あれ、銃がない。ちょっと拝借。いつの間に？宣言撤回。やっぱりこいつ極悪人だわ。さっきの検査の際にちょっとね、私の手癖の悪さを見くびらないでちょうだい。さあ、おとなしくしてて。あ、やっぱり抵抗してくれた方がお姉さん興奮しちゃう。あ、フィリシア、大丈夫か。リオ、まだ大丈夫。すまない、私が油断したばっかりに。謝る必要はないわ、リオ。来てくれて本当に嬉しい。先輩、危ない。え、にゃっ。あなたとはもっとお近づきになりたいと思ってたのよね。待ってくれ、聞きたいことが。それ！リオ、身を挺してまで私たちのこと。感動してる場合じゃありません。早く先輩を助けないと。それじゃあクレアちゃん。はい。私は不審者を映像に閉じ込めてくるから、リオのことお願いね。
はい、任せてください。先輩、元気を出してください。私はもうダメだ。こんな汚れた体ではもう演奏なんて。そんな、ああ、もう二度と空まで届くような音は出せない気がする。取り付く島がない。取り込み中すまないが、ちょっといいかな。あ、翔さん、ご用件は何でしょうか。実は人を探してるんだが見つからなくてな。こっちに情報だけでも来てないかと思って寄ってみたんだが。なんですか。年の頃はフィリシアと同じくらい。女性だ。日焼けした浅黒い肌をしてる。お名前は。名前は、気をつけて、いってらっしゃい。